戦闘開始。よし、行くぞ。最後だ。やめんぞ。で最後だ。大金将来神。まここまでできれば旧大というか。下人になりたての身で俺相手にここまで戦えれば上出来だ。そもそも今回の目的は俺に勝つことではない。チームワークの大切さをあいつらが分かってくれれば成功だった。結果としてはまあ上々と言っていいだろう。俺の伝えたいことをあいつらはあいつらなりに理解してくれたようだ。だが、ことのすべては、俺の望み通りにはいかなかった。兄、イタチへの復讐に囚われたサスケは、ナルトとタモトを分かち、そして、木の葉を去っていった。サスケが抜けた後、ナルトはジライア様に、そして、サクラは五代目に指示し、それぞれが、新しい道を進み始めた。互いに目的を見据えての行動だ。それは分かっている。だからこそ3年ぶりにナルトが帰ってきた時に2人を試さなければならなかった。成長の確認もそうだが、過去に比べ今のチームワークがどうなのか、それをどうしても確かめたかった。よし、やってやろうぜ、さくらちゃん。かかし先生、行きます。まあ、見せてもらおうか、二人の成長を。
戦闘開始。遅い。なるほどね。こいつらの心は。こいつらは簡単に俺の想像を超える。その成長ぶりもそうだが、何より二人の心が俺を驚かせた。二人の心、それはチームワークの心。時が経ってもナルトとサクラの二人にはしっかり刻まれていた。ミラから受け継いだもの、それは間違いなく次の世代に受け継がれている。もはや二人は本物の忍びと呼んでもいい。俺の周りにはまっすぐに育った忍びがいる。それが何より嬉しかった。チームワーク、仲間とのつながり、オビト、リン、そして先生、三人が教えてくれたかけがえのないものだ。そしてそれは、今はあいつらの心にしっかりと伝わってるよ。次はあいつらが、皆から伝えられたものを次の世代に伝えていく。次の世代は、もう目の前だ。俺も、そろそろ。あ、いたいた。おーい、加賀先生。新しい任務があるって綱田様がお呼びです。早く行こうぜ。ああ、今行く。でもまあ、もう少しだけ見守っていないとな。また来るよ。加賀先生ってば、何やってたんだよ。ああ、まあ、なんというか。どうせまたぼーっとしてただけなんでしょ。いやいや、人生という道に迷っちゃってね、ついつい物思いにふけてた。ああ、はいはい。新しい任務ってば楽しみだな。ね、さくらちゃん。あんたそればっかりね。まあね。